どうも、リングイネ木下です。今日も悩める子羊の皆さんのお悩みを解決してハッピーにしていきますわよ。あら、いらっしゃい。またあなたね。どうしたのかしら。もうあなたの悩みはすぐにわかります。でも今日はちょっと複雑ね。なんかスポーツを始めたいんですが、野球とサッカーどっちがいいと思いますか？なるほど、どっちでもいいよね。好きな方で。もうちょっとなんかお悩みっぽいお悩みはないかな。あの辛いやつがリアルに辛いからね。まあいいか、今日も占ってみましょう。日差しのない餃子カレーサルマナイブ。じゃん。このそば全部で10杯ある。9杯は美味しい。ただし1個だけ嫌になっちゃうくらい辛いおそばなんじゃ。それを最後の1つまで、いやラストの2杯の時点で避けることができたら野球をやれ。私は野球の方が好きだから。いいな。いただきます。美味しそう。ごま油のすごいいい香りがする。もう取り替えこうかな。当たってしまった。辛い。うわ、めっちゃ辛い。あー、もうダメ。サッカーやりなさい、サッカー。